西宮尼崎大阪には5階のホームは2番乗り場から発車いたします。快速は前浦行きが早く着きます。大丈夫。風が吹き込むスタートライン上です。枠番通りの3対3進入インコースから1番2番3番4番5番行ってるやろ。よしよし、Aスタート。いやいや目立ったのは2コースあたりのスタート、2番の長谷川の踏み込み。しかし1番向井が伸び返して1周1マーク先に回ります。2が回れ、残せ残せ、よしよしよし。長尾のまくり受け止める1番の向井、内から2番長谷川の差しも許しません。ここはしっかり両サイド止める1番の向井ミスです。あーこれスタートは前提成長でした。じゃあ4号で寺田ちゃん、2番の長谷川ボート残して先頭まで伺う1周2マーク振りほどいた1番の向井、2番手ソールの近いで3番の長尾が差して、寺田ちゃん上がってこい。その後ろ2番の長谷川に対しては接近は4番の寺田君、寺田ちゃん頑張れ。さらにその内側には5番の竹敷の姿もある。3番手争い2周1マーク競りかける竹敷、2番の長谷川が角度つけて封じ落とします。内を刺して4番の寺田空力がどうでしょう。3番手はわずかに主導権、2番の長谷川まだ遠いか。4番寺田が4番手、その距離感は1停止半から2停止、まだいける。さらに背後から5番の竹敷も巻き返します。2周2マークの旋回、よしもう一丁。3番手内クッと丸、5番手ああかんかスピードつけて外かわす。2番の長谷川、岩尾がしっかり3番手のポジション守ってリード広がってきました。1番3番2番の体勢で最終周回に入っています。最後の1マークトップで回る1番の向井美鈴、5号で頑張れ。2番手3番長尾、3番手2番の長谷川岩尾、追いすがる5番の竹重、この時も4番手という状況です。ラストターンマークへ向かいます。2連単1、3の組み合わせ 3.4 倍、3連単1番、3番、2番は 8.1 倍のオッズ。変えとったな。1番向井が人気に応えて先行です。3番長尾が2番手、2番の長谷川に最後だいぶ5番の竹下が追いかけてきましたが、先頭1番向井ゴーリン、3番長尾ゴーリン、2番、5番、4番の順でゴーリン。1
1号艇中辻博則人気の中心です。人気の相手は5号艇の中島が票を集めた一戦。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1号艇の中辻、3号艇の石田、好スタートを切っています。インから逃げの体勢を作る1号艇の中辻、2号艇香川の差し、マクル3号艇石田、内からは4号艇の木端に間、5号艇中島です。1号艇の中辻押し切って先頭、2号艇香川の外に3号艇の石田、内から接近5号艇中島、後方4号艇木端、6号艇日笠の順でスタートは瀬上です。一緒にマーク、1号艇の中辻が先頭、5号艇の中島左右打ち、握った2号艇の香川、切り込む3号艇の石田です。2番手握った2号艇香川壮太が上がって、3号艇の石田が内から接近、間からは5号艇の中島、後方4号艇木端、6号艇日笠が最後方です。1号艇中辻先頭です。2番手2号艇の香川にコーナー迫った3号艇石田、左右打ちから小さく回って5号艇中島が切り込んでいきます。2番手争いですが、2号艇の香川の内から並びます5号艇の中島、3点審査、外に3号艇の石田が追走、離れて4号艇6号艇2周にマークへ向かいます。2番手争いが熾烈となって、内から5号艇中島、合わせてつけ前2号艇の香川ですが、左右内から3号艇の石田が潜り込んでくる。2番手5号艇中島光平がここで2停止前、3号艇の石田が3番手争いに加わって、外2号艇香川と並んで、これから最終周回です。先頭は逃げた1号艇の中辻博則、2番手5号艇の中島、握る2号艇の香川、内受け止めて3号艇石田、バックストレッチへ入ります。3番手争いですが、内3号艇石田の方が部がいいか、外2号艇香川、一定審査の4番手、現在体型1号3で最終ターンマークに向かいます。人気に応えました1号艇の中辻博則先頭です。2番手は5号艇の中島、3番手は握っていく3号艇石田、小さく回った2号艇香川を振り切りまして、進入インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。2の子3で、よし4号艇いったやろ。3号艇運の4コース4号艇、よしまくり切んなよ、まくりは切らんでいいよ。逃げる1号艇の運の4号艇石原マン、よしそのまま 2着まで来い、2着まで来い、よしオッケー、よしオッケー、よし3号艇のバックが入っています。陰線押し切って1号艇運のが先頭、2番手は4号艇の石原が一定審前、内から2号艇の伊能、外5号艇の鈴木、あとは2号艇はいらん、山本5番手、スタートは前提正常でした。1号艇運のトップ、2番手争い、よし、ナイス、ナイス、ナイス、よしよし、よしよし、後ろ6号艇の山本と5号艇鈴木、よしよし、ナイス、いいよ。1号艇運のは独走、2番手は4号艇の石原が、2号艇切ってるかもしれん、2号艇の伊能が3番手、4番手から6号艇、じゃあ2は切ってるかもしれん、6号艇頑張ってくれ。1号艇運のが先頭、2番手は2は切ってるかもしれん、内を狙う2号艇伊能、後ろ6入ってこい、6号艇山本ですが、4号艇の石原、ここで2番手安全圏、2号艇の伊能が3番手、上位は1、4、2で、4番手以降は6号艇山本、5号艇鈴木、3号艇野田最高峰です。2切ってるかもしれん、1号艇運の先頭で6入ってこい、2番手ちょっと振り返って、4号艇おいもつれたシーンとなりました、おい1号艇運の先頭で2番手上がってきたのは5号艇の鈴木、6号艇の山本3番手で上位1号6、そして2号艇伊能と4号艇石原、両者構想ストップしている状況、三周一マーク、1号艇運のが先頭です。2番手5号艇の鈴木、6号艇の山本3番手で4番手3号艇、予選競争の第5レース枠内3対3の進入体系です。さあ行けよ、1番2番3番4番5番6番、1号艇そのままくていいよ、よし3号艇いい、そのまま行け、スタートしました。角1、4コース4番宮野原がわずかに好スタート、1マークと向かってきます。その4番宮野原が絞っています、あかんこれ、抵抗するのは3番ぐちゃぐちゃなる、あかん、5番石渡鉄平の差しです。バックストレッチに入ってきまして5コースから差し込んできました、5番の石渡が先頭です。
まくった3番新井に対して4番の宮野原がへさきをかけに行く。さらに内側から2番白井もへさきがかかってくる。さらに内からは1番先も立て直す。スタートは前提正常でした。4人の2番手争いですが、最内から1番の先が先取り、2番の白井の差し、さらには4番宮野原も差し込んできました。はずれわくなり3対3、第5レース予選インから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。よしよし、スタートしました。わずかに2コース2号艇山崎、ダッシュの3艇も部外スタート1番へと向かいます。逃げる1号艇田村、角から4号艇北村、北村の角まくりが決まっていきそうです。アタッチを狙って2号艇の山崎、まくり出しは6号艇の清水、バックへ入って4号艇北村ねねが先頭、2番手は6号艇の清水、あとは2号艇の山崎、3番手外1号艇田村、内から3号艇黒沢、スタートは前提正常でした。はずれ。タタタタタタメダメダメダメよ、なんとかしてよ。 Oh my god、 俺の心がザワザワしたのさ。だからザワザワしてやったのさ。キッキンで冷えてやがる。供託金ラッシュ。アンジアナオトと決まって枠番通りの3対3です。頼むからスタートは揃って。エビスモと4番寺田、2人で2球を負けた形になりました。お願いします。進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。あ、いいよいいよいいよ、よしいいよいいよ。スタートしました。内寄り2人12コースの車、よしよし、オッケーオッケー。ダッシュ乗りも4番手で大丈夫大丈夫、ブロック入った、よしブロック入った、よしよしよし、この間に先前は1番のエビスモト、上田と寺田は2人競りながら飛んでいってしまいました。ただ今度は1番エビスモトが流れ気味、すくって刺して2番のこのままでいい、このままでいい。竹重雄介が差し切る展開、スタートは前提正常でした。そして2番竹重先頭、2番手内から5番の太田、うまくいって、うまく勢い2番の旋回、よし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 、2番の竹重、2番手は1番の恵比寿元が上がって、ちょっと混み合ってきたのは3番手争い、5番の太田が前なんですが、残る3人、上田寺田、さらには漢字屋が追いかける形、4人の集団になってきました。2周1マークへ向かいます。まだ安心はできひんよ、まだ安心せへんよ。抑え込んでいく5番の太田、3番手争い、後ろから4番寺田、3番の上田が上を行くんですが、ちょっと寺田はやや出口でもたついた。結果的には3番手キープ、5番の太田直也、上位の顔ぶれ2番1番5番の体勢、2周2マークへと向かいます。先頭2番竹重、2番手1番の恵比寿本、3番手先に丸5番の太田が流れ気味、4番の寺田ですが、ちょっとこの2マークの出口でもやや寺田はもたついている。5番でいい。3番手は5番の太田が相変わらずキープで最後の1マークへ向かいます。前の2人竹重恵比寿本両者は抜き出して最後の1マーク、しっかり回る5番の太田が後続につけ入る隙を与えず突き放します。上位の体勢落ち着いて2番1番5番の順、ラストターンマークへ向かいます。2連単2対1の組み合わせ 10.8 倍、3連単2番1番5番 42.1 倍の数、よしよしナイスナイス、2番竹重1番恵比寿元と、恵比寿元と直線コースに戻り、5番の太田が3番手です。先頭2番竹重ゴール、1番ナイスナイス、3番4番接戦でゴール、ラスト6番漢字屋ゴール。あぶね、ギリギリセーフやった。なんとか生き延びた。じゃあまた、いやもうやめようかな。怖い。今6万5千マイナス。全部まくります。全部まくってやる。では。供託金ラッシュ、継続。10秒前です。1番2番3番4番5番6番枠なりの3対3、お3遅れだろ、1秒
今スタートしていきました。3ちょっと遅れたな。ダッシュ勢よしよし、4コース角から4号6とダッシュ勢が出ていきますが、1マークはまず逃げる1号との井上、そして2号手の真ん中3号手との数のところ5号手で、あとは4番6番です。バックスリッチは陰線からの1号手の井上忠正出てまいりました。一定身から二定身には2号手の浜本幸とインコース2コース3番テラスに5番3番並んで、あとは6番と4番が並んでいます。なおスタートは正常でした。4号手来たら熱い。4号手来てくれ。先頭で1号手人気の井上、2番テラスですが2号手5号手さばいて2号手後ろ3番4番6番と番が、ここはさばいて2号手の浜本が2番手をキープ、3番手にアウトから5号手の渋谷上がってきて2周目へと合います。先頭1号手井上忠正がここはイン逃げ成功です。2番手はキープ、2号手の浜本幸、3番手には5号手の渋谷が上がってまいりました。2周目のダチタンマークで突っ込んでくる3号手の懐、さばいてくるのは5号手の渋谷明則ですが、さあ3番手らしい5号手3号手差が縮まってまいりました。インコースに5号手、アウトコースに3号手の丸岡差を詰めて5号手3号手一定心から判定心、あとは6番4番です。5号手やろう。第2ターンマークは先頭1号艇2番艇2号艇で3番艇5号艇の渋谷回って、その後ろから3号艇の丸岡が差し返していきますが、ここでまた5号艇の渋谷が3番艇を取り返して1双5で最終周回へと入ります。あ、4号艇惜しかったな。3番艇争いは5号艇の渋谷が踏ん張っています。4番艇から3号艇の丸岡正則、最終周回でダチタンマーカー先頭1号艇2番手2号艇3番手5号艇回って内からもう一度3号艇の丸岡が攻めていきますが、ここも5号艇の渋谷明則、上位変わらず1号艇2号艇5号艇の1ふた5となっています。そして水がいていって3号艇の丸岡で、あとは6号艇4号艇の順になっています。オッズ2連単 4.9 倍、3連単は 21.2 倍となっています。1号艇の井上忠正が陰線で2勝目2連勝の活躍、2番手2号艇の浜本のインコース2コースの決着、3番手らしい5号艇の渋谷で第6レースは1ふた5となっています。先頭1番ゴリ、2番ゴリ、5番ゴリ、3番ゴリ、6番ゴリ、4番ゴリ。はじめ。6コース6号艇西原明雄、第7レース予選競争ラッキーレース花道戦、進入体系インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。1、2、1、2スタートしました。インコース2コース、そして4コースがこうスタートスタート、あかん、止めろ。4号艇深川の祭り、その内からは5号艇残せ片岡差し込んでバックへと入ります。伸びろ。先頭争い外から4号艇深川、一定心リードも内から5号艇1号艇追走。なお第7レーススタートは正常です。4コース下がってダッシュ水域角線の4号艇の岡部隆、前半3着進入、最後5コース進入5号艇の倉尾大輔、6コース6号艇の大和真嗣、第8レースの一般競争枠なり3対3の体系で揃ったか。少し中へこんでいますが、それほど差はありません。1周目第1ターンマーク、1コース1号艇中島先行、3号艇の北が待ちました。2号艇の榎木の差し入っていきました。2番と1番のトップラサイ、インコースが2号艇の榎木、外は1号艇中島の接戦、そのすぐ後でも3番、そして5番4番6番と続いて混戦、3番でラサイも4点を取ります。5号艇はあかんで、2号艇先行体制のあかんて、3号艇よしよしよし、ナイスナイス、よしよし、ホームステージへ戻りました。三茶が安いかもしれんけど、少し3号艇の浮田が覗いています。これはちょっと安いな。5号艇の倉尾と6号艇の大和、外は4号艇の大壁がだいぶ安いかもしれん。ガミル系やけど、当たらんより、続いて1号艇の中島2番手でバックスレッチへ抜けました。4号艇あかんかったか。浮田がリードを広げながら向こう正面3番手を構想です。上位体系2番1番3番の順、インコース5号艇クラを伸び返していく動き、西周目第2ターンマーク、さあクラが迫って3号艇浮田との定冠二定心、西周目第2ターンマークは3番手3号艇の浮田守ってホーム直線コースへ戻っています。先頭から2番1番3番、その後5番6番4番で続き、レースは最終周回です。まだ3号艇5号艇その差二定心ほどです。先頭は2号艇の選手が今31幕を旋回、3着水3番5番競りました。2点つまり後方からの追い上げはありませんが、3番5番の接戦、3号艇の浮田が前、
追走する5号艇の倉尾が2艇進行方。レースは最終端幕です。さばいてくれよ。2号艇から差しを決めて今シリーズの3勝目に向かう2号艇の榎木、追走1号艇中島、そして接戦でしたが3番手は3号艇の浮田、守って間もなくゴールインです。8レースは先頭2番榎木ゴールイン、2着1番中島、3着3番浮田、そして5番4番6番ガミったけど、よし。強奪金ラッシュエンド。おい、日本で。おい、2号艇よ。ピット離れ2号艇森安立ち遅れまして、回り込んで枠番主張となるでしょうか。丸亀港満潮時刻は21時53分、午後9時53分。今日も1日を通しての揚げ潮水面となっています。水面上は第9レース予選競争です。1号艇中田源太、2号艇森安博正、3号艇大見翔吾、サイアウト6コース6号艇西岡健信。もうこれ3位置とかになるんで、10秒。第9レース予選競争進入体系インコースから1番3番2番ダッシュ4番5番6番です。頑張れ、2号艇頑張れ。よっしゃ、スタートしました。インコース、そして4コースがコースタートか。1号艇中田、4号艇島、インから速攻1号艇中田、3号艇大見が指して外を行く2号艇森安、ほら見てみー、バックへと入ります。一三か。1号艇中田が優勢。二番手追走、三号艇大見、さらには四号艇島となっています。後方六号艇。四号艇分かってないよ。スタートは正常です。四号艇分かってないよ。トップターン一号艇中田。二番手懐を狙ってくる三号艇大見、ホームストレッチも先頭は一号艇中田。二番手三号艇大見。何しよんな。三番手優勢、四号艇島となっています。四番手から追走は六号艇西岡。レースは二周一マーク。先頭は1号艇中田、2番手3号艇大見、3番手4号艇島に対して追走する6号艇西岡ですが、08のスタートを逃げを決めてシリーズが勝利に上がりました。そこから行こうか。ここから連勝を目指していく本村。5コース5号艇の飯山構造、前半は接戦を2着としています。3号艇も思い切っていけよ。進入は6号艇の坪口達也です。第9レースの一般競争進入枠内、よし、いいよよし、スタートしていきました。4コース窓から4号艇の本村、頭まではいらんよ。頭まではいらんよ。いや入ってこい、4号6入ってこい。よしよしよし、1号艇の上滝トップ、でかい。これは角から差し上がってきた4号艇の本村、その後に5番3番6番と競り合って最高峰2番、これはもう決まったやろ。前提正常でした。先頭早くも1号艇上滝を後ろを5艇身近く離しています。2着争い6番先行を5号艇全速迫っていきました。4号艇の本村が16とか結構でかいと思う。その後6号艇坪口と5号艇の飯山が並んで追走。レースは西部第一段マークです。2番手先行4号艇本村に迫る6番5番、内は3番うまい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 おっしゃうまいうまい。2番手に上がりました。先頭は1号艇の上滝、追走は6号艇の坪口、3番手4号艇本村でバック中間点を過ぎ、4号艇頑張るよ。2周目の第2段マーク、先頭で1号艇上滝、続いて6号艇坪口旋回、4番少し膨らんだ格好。おい、ちょ待って、ちょ待って、3勝ってるかどうかわからん。4番3番3着は3着争い2艇、ちょっと待ってくれ。最終周回1マークの旋回です。1号艇の上滝、陰線きっちり捉えてというところでシリーズ最後、勝利を挙げて今節終えそうです。ちょっと待って、わからん。2周1マークで鮮やかに逆転を決めて浮上。そして3番手は3号艇山本が先行して上位体系、4号艇ちょっと頑張って、分からへんから。ラストコーナー1号艇上田、内入れ2番手で返す。3号艇山本の内に4番、入ってこい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 。3号艇わずかに前のようです。第
勝ってるか分からんけど、そして4番ゴール、まあ、とりあえずナイス2番ゴール。